それでは今日は狐の話を始めにしようと思います。狐の誤信と題しましてお話したいと思います。それでは、ここでご質問に答えたいと思います。以前から質問を募集しておりましたが、このほど河合さんという方からの質問が入りましたので、ここでそのお答えを、したいと思います。ご質問は、飼ってらっしゃる猫が普段は猫たちがですね、普段は仲がいいのに時々、突然自分たち同士で喧嘩を始める。なんでだろう、なぜだろうというご質問でした。これはね、確かに猫の中には時々そういうことをする猫があります。猫が何匹か、一緒に飼ってらっしゃるとすると、兄弟の猫でしょうか、親子の猫でしょうか、あるいはあちこちから拾ってらっしゃった、もらってらっしゃった猫が偶然生まれも育ちも違う猫が何匹か集まってるのでしょうか。いずれもありますね。その中で、兄弟の場合でも結構そういうことありますね。そうおっしゃればね、仲良くしてるのに突然、両方で爪を出してね、喧嘩を始める。なんでだろう、これは確かに見た目には非常に不思議です。時やめろやめろってもなかなかやめないですね。でこっちが引っかかるなんてこともあります。これはなかなか難しいです。犬はね、大体こうお答えします。犬はなかなか神経の太い動物で、小型犬はそうでもないように見えますけども、なかなか神経太いです。ちょっと頭を叩いたぐらいでは影響されませんし、ちょっと意地悪の主人ぐらいではいじけません。そういうところはありますけど、猫はね、思いのほか神経質なんです。これをまず頭へ置いてください。猫はとても神経質だということを、どんな猫でもです、頭へ置いてください。それで、犬よりも野性が強いです。有名な動物行動学者が、猫は家庭の中のヒョウであると言った人があります。家庭の中のヒョウです。野生動物、猛獣、そう考えてもいいような面がある。すなわち、ネズミ取る猫も取らない猫も同じこと。普段は仲良くてもお互い同士非常に緊張があるということです。仲良くもうくっついちゃって一緒に寝ちゃってる場合でも、よく見ててください。なんか体がビリビリしてることがありません？尻尾の先が上がってる、毛がなんだかね、こう触ってみると起き上がってる、毛が起き上がってる、でなんか皮膚がピリッピリと震えてるっていうようなことが、よく観察したり触ったりしてると発見できます。そのような緊張状態にあった時に、相手が、嫌なことをする、からもう一つはね、全然わからない原因で争いを始めるんだよ。この全然わからない原因っていうのが私のお答えで、神経の緊張にお互い耐えられなくなった、あるいは片っ端気がつかないんだけど、その神経の緊張を最大限にするようなことをしたという場合、人間の目にちょっと触れなかったけどね、したっていうような場合に、突然ガチャンと始まるんではないかと思います。これは昔から猫の嫌がるとこがあるって言われたでしょ。お尻とかね、耳の中とかね、そういうもう触ったら嫌がるとこあるってみんな知ってらっしゃるでしょ。そういうようなことを猫同士でやった。それから先は猫の心理です。お前この間こんなことやったなっていうことが突然意識に上ってくるのかもしれません。そういうような細かい神経の緊張がある時に絶頂に達するのかもしれません。そのようなビリビリ状態がパッと出て喧嘩になることがある。私の今のところの答えはそれです。だからその場合はあまり引き分けるとね、仲裁するとかえってまた続きますから、まあその時はハラハラするけども、やらしておいてください。多分すぐ喧嘩は収まりますから。だから猫はしつこいって言うけど、いやそんなにね、お話の化け猫みたいにしつこく立たるようなことはありませんから、しばらく見ててください。きっと収まります。そこで狐ですがね、何が誤品かというと、日本人はなぜ狐を信仰するかというのは本なども出ていて、
日本人の民間信仰にはキツネがあるというような、まあそういう認識になっているようなんで、これにはかなりの間違いがあります。例えばキツネは古神、キツネ神という言葉がありまして、信仰されていたように言いますけれども、どこかにキツネをお祭りする神社なりお寺なりあるんでしょうか。お稲荷さんがそうじゃないかという人があるけど、そこがいけない、そういうふうに慌てて言っちゃいけません。キツネをお祭りしたのはお稲荷さんなんてとんでもないことです。キツネはお稲荷さんという神様のお使いです。お稲荷様は羽化の御霊の神という日本古来の神々の一人です。時にはお稲荷様に祀られている神々が羽化の御霊の神だけでなくて三人も四人も三柱も四柱もいらっしゃることもあるわけですね。そのようにお稲荷様にはちゃんと御祭神がいらっしゃる。でそのお使いが狐なんですね。なんだかちょっとイメージ悪いじゃないか、あのずるい顔したなんか人をバカすとかいう狐がお使いなのかいって言ってなんか信用できないような気がする。私は誤信したのはそこなんですよね。狐は、どういう生態を持ってるか。雑食です。別にお米食べたりなんかしません。だけど非常に野生動物としては特徴があります。それはね、ネズミを取るのが非常に上手だってことなんです。でこの場合は大抵家ネズミ、家に住んでるお米を食うネズミではなくて農村を害する野ネズミのことですが、この野ネズミを取るのにキツネは非常に妙を得てる。ネズミがいるところへ忍び寄ったり駆け寄ったりしたらネズミはもちろん逃げますから、その忍び寄る過程がまあうまいんですけども、忍び寄っておいてあともう少しになるとキツネがピョーンと飛び上がって上から飛び上がるような非常にうまい取り方をします。もし野ネズミに対してお前何が一番怖いかって言ったら猫とは言わないでしょうね。ネズミと言うんじゃないでしょうか。ネズミに質問したらですね、そのような特徴がキツネの野生の生態としてあります。ネズミを取る名人と、これどういうことになるでしょう。ネズミを取るとどういう利益がある。莫大な利益があります。豆とかお米とか麦とかそういう大事な主食の穀物を害する害獣のネズミ、これはもう日本の農民の日本人の天敵と言っていいぐらいの害獣です。それを頼みもしないのにどんどん取ってくれる。非常にありがたい。そのことを日本の農民は昔からよく知ってました。そこでお稲荷様をお祭りするときに、お稲荷様ってのは稲なりと書いてお稲荷です。だから稲の守り神です。でその守り神は何をしてくださるのか、具体的にはどうやって守ってくださるのかというと、狐をお使いとして麦や豆や米の害獣を減らしてくださる。それでありがたい。それで、守り神様だということになるわけですね。そこまでは終わりですね。それで、ネズミは、キツネが一番怖い。で1年、ネズミが、キツネがですね、1年なら1年働くでしょ。そうすると、人々は農民は、いやどうも1年の間ご苦労様でございましたと、よくやってくださいました、ありがとうございましたというのでごちそうをこしらえてお供えをしてお祝いをした、お祭りをしたんです。その時に稲荷寿司というのを食べる。ここで稲荷寿司が出るわけですがね、稲荷寿司は何でできてるか考えればすぐ分かります。豆とかお米とかそういう狐が守った農産物ですね。でそれをお供えして、お祭りをする、お礼を言う、ねぎらう。狐とお稲荷様、つまりお祭りする神様とそのお使いと両方にお礼を言う。でお礼を言った後お下がりの稲荷寿司をみんなで食べるという楽しいお祭りだったのですが、いつの間にかそれを名目にしてお稲荷様じゃなくて稲荷寿司を食べる大会みたいになっちゃったというのが本当のところです。昔から、キツネはなぜか女のキツネが男、人間の男と結婚するという言い伝えがありました。必ず初めは
主人公があるところで狐を助けた、あるいは偶然美しい娘に会ったというところから話が始まります。そして恋し合って、相手は人間と思い込んでですね、人間の女性と思い込んで結婚します。で必ず子供は1人か3人以上生まれます。物語で必ずそうなってるね。でこれができないと結婚が成立しないというのは、成立したとは見なさないというのを昔の考えですから、それが大事です。そうすると当然おっぱいを飲ませる、当たり前ですね。で育てると、でその間この主人が、夫が犬を飼っていたというところが大抵前もって語られています。でその犬に見洗わされて、追っかけられて逃げちゃうというのが話の結末になるんですが、私はここで不思議だと思うんですね。犬というのはね、狐に負けないぐらい鼻が利く、もう超能力と言ってぐらい鼻が利くんですよ。犬の嗅覚が鋭いってことはね、いくら大げさに言っても構わないぐらい、鼻がいいですから。しかも狐は動物園行っても皆さんお分かりでしょ、プンプン臭いでしょ、あれがね、実はこのプンプン臭いということが狐の大弱みなんですよ。あれが一大弱点。あれ何の匂いか、体臭なんですよ。あれはおしっこやうんちの匂いじゃありません。触ってみたり狐を飼ってみたりするとよくわかります。おしっこやうんちはそれなりに臭いけども、その匂いがしょっちゅうプンプンしてるわけではない。あれ体臭ですね。洗ってもダメですね。洗うとまあ狐がギャンギャン嫌がって噛みついてもしょうがない、危険な動物になっちゃうんですけども、まあ洗うことはできます。ところが洗ってもすぐに臭くなる。あれ体臭です。さてなんであんな匂いがあるのでしょう。あれオスメスの同士の何か愛情のサインになるとか、あの印によってお互いプラスになってることがあると思うんですね。なきゃあんな一大欠点みたいな匂いがついてるはずはない。どんなに綺麗に洗ってやっても、狐の小屋の、ね、檻ですね、檻をきれいにしてやって毎日ねやってもダメです。あれはでその匂いに、犬は感づいてきて、狐狩りの犬はそれを匂いで嗅ぎつけるわけです。その弱みがですね、この弱み、匂いという臭いという弱みが狐を非常に強くしたんです。知能を伸ばしたんです。弱点は同時に自分を励ます理由になりますよね。で狐はこの弱点の匂いを嗅ぎつけられる前として犬から逃げ回り、潜み隠れ、時に木にも登るんですよ。タヌキは、狐はね、木に登らないと思ってるとんでもない、すぐ登ります。木の上で犬の目を逃れるということがよくあります。その狐が犬を見事に騙したというような話はまあ長くなりますから今日は省略しますが、それぐらい狐は犬を騙すのが上手なのに、なぜか先ほどお話した人間の男と、キツネのメスとが結婚して、相手を人間だと思って子供が生まれて幸せに暮らすという話には犬はいるのにね、前からね、その家には飼ってあるのに途中まで気がつかない、なんか昔の人は人間に化けてるうちは匂いがないというふうに思ってたのかもしれませんね。そこのところちょっとこの物語たくさんありますよ。その物語の中では私は解けない謎です。どうして奥さんが狐臭いってことに気がつかなかったのか、それは謎です、分かりません。がある時犬はともあれ気がついたんですね。なんだうちの主人の奥さんは狐じゃないか、突然吠えついたり噛みついて襲いかかろうとします。狐はもう大慌てで、ね、屋根に、逃れて落ちて上がる、屋根の上に上がる、ワンワン吠える犬はね。ここでね、キツネは犬にはどうしてもかなわないということが現れてるんです。でもキツネというのはね、ギャンギャンと噛みついたら危ない動物ですよ。牙が細いの、あの歯がね鋭いっていうのも、牙がいちいち剣歯が細いです。だから噛みつかれたらかなりの怪我がします。爪を隠して控えたりはしません。だから爪もかなり鋭い、もちろん素晴らしくいです。逃げるキツネを足で追っかけたって、ああとてもとても捕まるもんじゃない。そういう相手でありますけど、喧嘩をする、真っ向から喧嘩をしたら犬には大抵かなわない。ちっちゃな犬とか弱い犬には勝てますけどね、普通、大人の犬と大人のキツネと喧嘩したらメスオス関係ない、かなわない。そこでキツネは必死になって逃げて、もう夫に向かってですね、遠くからですね、もう我々私たちの縁は切れました、ごめんなさいって言うんです。で男はね驚きます。
で、自分の愛犬を叱ったかもしれませんが、それとは別に、お前との縁はどうもこれまでらしい、犬がこれほど反対するんだったら我々はもうこれまでだろう、しかし我々にはもう子供ができてる、夫婦の縁はこっきりになりたくない、だからこれからも時々来て寝てくれよって言ったんです。来つつ寝よって言ったんです。で、この来つつ寝よが狐ですね。で、その言われた狐をですね、言われた通り、では時々ですがお伺いしましょうということで、時々稀に犬に気がつかないんですね。来て寝た、来つつ寝たって言うんです。で、名前を狐と呼ぶようになった。なんと狐という名前は初めから人間との縁を示してるんですね。こんな動物は他にはないでしょう。で、今では狐が人を化かすだの、化けるだの、人間と結婚するだのいうことは、何をバカな昔の話だよ、迷信だよって言って、あははとみんな笑ってる思ったらね、案外皆さんそうじゃないんですよ。これ案外そうじゃないんだ。立派な企業を、経営してらっしゃるような、高級な紳士がですね、私が動物の公園に行くときにですね、それが終わってお茶を飲んだときに、素朴な疑問ですがって問っておっしゃるんですよ。狐が人を動かすと本当ですか。真面目な顔しておっしゃいます。恥ずかしそうな顔しておっしゃいます。これをもってしてもですね、いまだにそういう立派な紳士も狐が人を動かすと信じてるんじゃない、ありませんよ。疑ってらっしゃる。なんとなく疑ってらっしゃるね。これはいつまでも今でもあります。ということは狐が知恵が優れて、非常に知恵が優れていることを意味しますね。野生の狐が非常に知恵が優れて素晴らしい木には登るというようなことについてのいろんな面白い話はいずれいたしますけれども、人間と狐、狐ですね、名前の由来、信仰に対して狐を信仰するということには誤信がある、ということについてのお話は今日は以上にしておきます。このようなお話で今日は一回終わることにいたします。